皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは自分自身が最高の財産ということについてお伝えしていきたいと思います。私がですね、起業を始めた頃なんですけれども、私のコンサルタントの先生がですね、一番何が投資効率がいいのかっていうね話をした時に、株式投資とかマンション不動産を持つとか投資っていろいろあると思うんですけれども、やっぱり自己投資ですね、ご自身に、投資をするイコール、学びを深めるということになるんですけれども、それが一番投資回収効率がいいものだっていうふうにおっしゃってました。で、実際に私自身もそうですし、その会にいた方で成功されてる方っていうのは、もちろんすごくね、できちゃったお金を最終的にその投資をしながらお金を生むっていうことをされてる方とかもいらっしゃるんですけれども、やはりですね、まず一番最初は実業で稼ぐ、要はお金がお金を生むっていうことで稼ぐことを覚えるとですね、それが崩れた時に、リーマンショックとかもありましたし、何かそういったこう金融情勢が崩れた時ってその方法って通用しなくなるんですよね。だけれども、実業で稼げるっていう手段を体を使ってしっかり覚えておくと、何回でも立ち上がって事業を作ることができるので、アイディアで食べていくことができるっていう、手法を身につけることができたりとかするようになるんですね。だから一番大事なのは自分に投資をすることっていうふうに言っていました。ですので最低毎月 10% とかね、そんな話とかはあったんで、分かりやすく言うと20万稼げる人は2万は最低投資ですね、3割ぐらい投資するといいっていうような言い方もされてた時期もありますけど、額が大きいとですね100万稼いで30万っていうのはやっぱ使いすぎだなっていう感じもしますので、その額にもよるんですけど、 10% ぐらいはね、勉強に使っていきましょうみたいな、そんな話を言ってました。ですので、そうですね、私はだいたい今毎月学びと投資が多分一番使ってる、その宣伝広告費とかいろいろなものを総合したとしても、セミナーを聞く、本を買う、実際に自分が何かちょっと長期もの3ヶ月ものの学びをする、コンサルの先生にお金を払うとか、そういうものをやっぱり合わせても結構使ってますよね。10万20万くらいは平均毎月使ってる感じですかね。私の場合にはそれが仕入れとイコールになっているので、仕入れっていうのはどういうことかっていう と、皆さんにコンサルするための私自身の実力ですね、落ちないように上がるようにっていうことと、あと最新情報を入れ続けないと皆さんの授業をうまく導くためのアドバイスがしづらくなるので、これは研鑽が欠かせないので、そういう形になってきますね。ということは、私は私で、脳みそが一番 の、 財産になるので、先生も同様にですね、学びは必要になるんですけれども、ここで注意しないといけないのが、技術の学びは皆さんすごくするんですよ。だけれども経営の学びをあまりされてない方が多いですね。経営の学びっていうのはお金のこと、あと数字をどう扱うかっていうこと、マーケティング、ビジネスの、集客制約も含めて、いわゆる経営全般ですね、そちらの学びも同時にやっていかないといけないので、私の中ではそのスキルの方5割、そちら5割でもいいぐらいです。だから5万円もしスキルの方を学んだら5万円ぐらいはその投資、マーケティングの投資をしないとバランスが悪いなというイメージが私の中にはあります。ですので、その投資バランスが今のご自身で悪いなっていうふうに感じている方は、もう一回その投資のね、金額の払い方を見直すっていうのも時には必要になります。それはやはり運転し続ける上で大きな財産になっていきますので、そういった観点から自分の学びへの投資の金額を考えるっていうのも必要かと思います。
その根底になる考え方っていうのが自分自身が最高の財産になって、そしてその知識技能っていうのは人に奪われることがないということになりますので、そんな観点からご自身の普段の学びを見直してみていただければというふうに思います。それでは